こんにちは、 SS ワイズレーシングウィズスタディの木下隆之です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、本来ならばね、もう開幕戦新チームのデビューウィンというのを皆さんにもうすでにご覧いただいてたはずなんですけれども、まあ、世の中こんなことになってしまいました。開幕戦が延期になってちょっとだけ寂しい思いはしてますけれども、むしろ BMW M4 GT4 の速さを皆さんにご覧いただくのは、まあ、それまでの、ね、楽しみの時間が、まあ、伸びたということで僕はポジティブに考えています。チームから素敵なプレゼントが届きました。ご覧のように今年のレーシングスーツです。いかがでしょうか。BMW マーク入ってますね。下から上までスーツ、今年のスーツですね。ずずずいとご覧いただきたいと思います。なぜ真っ赤なのか。これはですね、おいおいどなたかが説明してくれると思うんですね。実は理由があります。まあ、それはともかくこの真っ赤なスーツを着て BMW M4 GT4 で暴れ回るという日を心待ちにしております。感染された方には本当にお見舞い申し上げますけれども、皆さんはぜひ健康に留意して開幕戦でこの真っ赤なスーツを旗をガンガン振って応援していただけるように体調を整えててください。よろしくお願いします。僕も楽しみにしてます。それではこれスノコ塾長にリレー渡したいと思います。